カッターのレーカッター競争カッターボートは船舶に搭載される大型の手漕ぎボートである。省略してカッターと呼ばれることが多い。大型艦船の甲板上に搭載され救命艇、連絡艇として用いられるものは探偵と呼ばれる。特に軍艦では探偵と表記される。またアメリカ沿岸警備隊では日本の巡視船に相当する警備艦をカッターと呼ぶ。 オールを漕いで進ませる手漕ぎボートの一つ。マストや帆を備えているものは搬送することができる。大きさは5から10メートル程度である。大型艇では、オール一本に複数人の漕ぎ手がつく。船舶間や陸上との連絡、物資の小運搬、遭難者の救助、緊急時の脱出などに用いられ、目立つように白色に塗られているものも多い。 救命艇の主流が動力船となった今でも、海上自衛隊、防衛大学校、海上保安大学校、商船、水産大学、船員養成学校、水産高等学校、海洋少年団、中学校、高等学校、商船高等専門学校の野外学習などでの訓練が行われている。競技の一つとなっており、全国大会も開催される。また、 小学生の体験学習や競技会などで船に慣れ親しむ道具として用いられることもある。春名湖や琵琶湖、若狭湾などで体験学習が行われている。現在、蒸気の訓練等で使用されているほとんどのカッターは9メートルカッターであり、全長9メートル、全幅2.45メートル、深さ0.83メートル、排水量1.5トン、定員45名の手漕ぎの船である。 通常、定長が家事を取り、定式がかける、号令の下、十12名の小ぎ手がそれぞれオールを使い、息を合わせて12本のオールでこぐ。全国大会で使われるのも、この9メートルカッターである。小ぎ手にはそれぞれ番号が付与されており、右弦は、定主から順に1番、3番、5番、7番、9番、11番、左弦は同じく2番、4番、6番、8番、10番、12番で、ある。 オールには4.3メートルの長さのものと4.2メートルの長さのものがあり、校舎は1番、2番、11番、12番のみが使用する。木製オールと FRP 製オールがあるが、FRP 製が主流になってきている。全国にはいくつかのカッター大会が存在し、ほとんどの大会が毎年開催されている。大学生、高校生によって行われる2000メートルの カッターレース。第63回優勝は防衛大学校である。東日本地区で行われる大学生、高校生の2000メートルのカッターレース。第58回優勝は防衛大学校である。西日本地区で行われる大学生、高校生の2000メートルのカッターレース。東日本とは異なり、新人の一定数の出場が義務付けられており、満たない場合は、 オープン参加となる。第64回優勝は海上保安大学校である。高校生によって行われる1000メートルのカッターレース。海の甲子園と呼ばれている。第20回優勝は東京都立大島海洋国際高校である。全国の五章線高専によって行われる1500メートルのカッターレース。北陸地区で行われる高校生、高専生のカッターレース。 第45回優勝は京都府立京都海洋高校である海上保安学校主催で行われる一般参加可能なカッターレース宮古市主催で行われる一般参加可能な600メートルのカッターレースただしエキシビジョンとして学生による宮古市町売も行われる芳場商船高戦が主催で行われる高校生、高専生 大学生の1200メートルのカッターレース。特に出場規定はなく、過去に大島海洋国際高校、立山海上技術学校、東京海洋大学海洋工学部などが出場経験がある。毎年4月末に膨大で行われる2学年のカッター訓練の成果を発揮する競技会。2000メートルのカッターレースである。一般参加不可能で、 学内のみで行われているが、見学は自由に可能である。6メートルカッターレースは、小型のカッターを用いるカッターレースである。6メートルカッターは9メートルカッターに比べ準備がしやすく、港町を中心に全国各地で行われている。日本最大規模のカッターレースで出場チーム200を超える。第36回は、令和元年5月26日に行われ、 一般の部優勝はワークアート委員会。準優勝は TIT カッタークラブ。女子の部優勝は昇仙ガールズ。シニアの部優勝は藤風。小学生の部優勝は横浜海洋少年団 A である。第32回は令和元年8月4日に行われる。参加資格は福井県内に在住、在勤のチームで、県外のチームはオープン参加扱いとなる。 第24回は、令和元年7月14日に行われる。大阪港港祭りの一環として、例年開催されている。第30回は、令和元年7月14日に行われる。第41回は、令和元年5月12日に行われ、男子レース優勝は、ジャレンジ会、女子レース優勝は、深江ギャルズ、シニアレース優勝は、新一万丸亭である。 例年今治城の堀で開催されている。第8回は、令和元年7月21日に行われる。大学生、高校生によって行われる女子のカッターレース。第63回優勝は、水産大学校である。大学生、高校生によって行われる女子のカッターレース。西日本とあるが、東日本開催はないため事実上の新人のための全国大会である。 そのため、東日本地区からは、東海大学、東京海洋大学などが参加している。第64回優勝は、海上保安大学校である。ありがとうございます。